戸市の委託協力でお送りします。木曜日のこの時間はオラホの地域自慢です。八戸市内の各町内会にお邪魔し、その地域の自慢をご紹介しています。こんにちは、オラホの地域自慢第一級です。今日は町畑町内会の安田さんのお宅にお邪魔をしておりまして、お話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ラジオを聞きの方で町畑どの辺だっていう方がいらっしゃるかもしれないので、簡単にご説明していただけますか。町畑はですね、東の方っていうんですか、新田川を越えまして、はい、東地区になるんですけども、はい、40号線の松平病院のところですね、谷差方面に向かった方なんですよ、はい、地域的に言うとですね、はいはい。安田さんはこの町畑で生まれて育ったんですか。私は新田生まれなんですけども、母親の実家が町畑にありまして、で20年前に移ってきました。母親の土地がありましたんで。そうすると町内としては結構広いんですかね。町内は広いです。世帯数人口っていうのはどのぐらいなんですか。多分ですね、世帯数は1000はあると思いますけども、第二桜ヶ丘とか桜ヶ丘が中心なんですよ。あそこに結構新興住宅街が割と人がいますので。あっちも町畑町内に入るんですか。一応広い意味で町畑地区になります。はい、入ります。はい、東運動公園の手前までが町畑ですね。あと工業大学の手前まで行きます。上はですね、いわゆる大久保っていう住所ありますけどね、はい、ここも大久保です。大久保も一部取り込まれてますね。かなり広いです、地域はですね。そうすると安田さんはこの地区で町内会のなんか体育振興、体育振興会というのがありまして、はい、副理事長を務めさせていただいています。体育振興会の役員をなさってるっていうことは、仕事としてはどういうことがあるんですか。大きい仕事はやっぱり運動会ですよね。秋に行われる運動会を運営、はい、ですね。町内のですね、あれが一番メインですね。でその他に地域の振興を図るために、卓球とかそのバレーボールとかの大会を、月に1回か2回企画して運営してます。それは町内の大会ですか。はい、町内単位で。それどこでもやってるんですかね。どうですかね。割と町内会が盛んな地域なので、町畑はそういう地域ごとに区割りをして、6チームぐらいありまして、でこう対抗戦でやるんですよ。年代層はどうなんですかね、そのに参加する若い。平均はもう60超えてます。それシルバー世代がやる大会なの。20代も参加してもいいんですけど、ちょっとこう20代10代の参加率が悪いなって感じしてますね。じゃあお元気なそのシルバー世代の方が多い。そうです。町畑地区はシルバーの方が元気が良くて、若者の方が少しねおとなしいので、もう少しこう私たちも頑張らなきゃならないなと思ってますけど。安田さんまだお若いでしょ。42ですけども、ね、はい、私が多分一番若い方です、参加してる中ではその下がいないので。ご自身は何かスポーツされるんですか。野球チーム持ってまして、アトラス測量というチームなんですが、朝野球やってます。プレーヤー。一応プレーヤーですどこ守ってるんですか。主にライトですね。はい、朝野球でライトって結構楽なとこじゃないいや、近代野球はですね、左バッターがいいバッターが多いので、やっぱりその強肩というんですか、肩の強さが求められますね。あ、じゃあ肩強いの。自分ではそう思いますけどでも往年のその球はもう投げれないですから、はい、そうね、楽しみながらやらせていただいてます。怪我しないようにそうなんですよ、ね、怪我が怖いので、はい、分かりました。というふうに町内会の活動も活発にやってらっしゃる安田さんなんですが、実は、もう一つの顔をお持ちでございまして、それはおもちゃのコレクターって言っちゃっていいんですか。よろしいです。はい、でそのおもちゃもですね、なんていうんですか、アナログですね。もう思いっきりアナログですね。デジタルではないですね。私なんかから見てね、懐かしいのがいっぱいあるんですよ。エイトマンとかね、ゴジラとか。何種類ぐらいありますか。種類だともう何百ですよね。何百すみます。すまないですね。ジャンルが広すぎて、ブリキのおもちゃからね、ブリキ
超合金、ソフトビニールですか、はい、あと本とかレコードもありますし、そのための建物と重機と用意してガラスケースとかですね、で飾って見せるようにしてますけども、はい、ミュージアムって言えばミュージアムになっちゃってるんですね。まあミュージアムと思ってやっていますけども、自分なりにまあ割と満足してますけども、たまんないですよ。どこ見ていいか分かんないんだもん。だって俺なんかゴジラだけで何体あります？ゴジラでも100以上ありますよね。大きいのから小さいのまでね、まあこんなにあるのかなというぐらい種類がありますね。同じのはないんでしょ？あります、まあ、同じのたまにありますけどね、ラブって、あります。でもほとんど違いますね、顔表情とか年代とか形が大きさ違いますね。モスラの幼虫もあるんだもん、びっくりした。ラジコンなんですよ。あ、そうなんですか。あれ糸を吐くんですけどもね、結構面白いギミックがついてます。あ、そうなんですか。はあ、いつ頃のもんですか、あれは。あれはもう10年以上前に出ましたね。でもそんなもん、そうですね。キングギドラはあるしね。このね、私たちの足元にはね、長火鉢と茶釜まで置いてあるんですけど、これおもちゃじゃないんですけどね、なんでこういうのがあるのかな。生活用具もすごい興味がありまして、やっぱりその昭和を思い出す意味でこういう小道具も集めています。長火鉢ですね、これ。柿の木でできた長火鉢ですけど、その風情があっていいなと思ってますけど。これもどっかから探してきたんですか？これも、知り合いから安くいただいてきました。譲り受けてきました。中の灰も込みで？灰込みで。まあ、アグって私たち言ってますけど、アグ、ね、アグって言ってますけどね。灰鳴らしもあるんだもん、ちゃんとね。灰鳴らしも、ついてますね。灰鳴らしって若い人は分かんないかもしれないんだよな。分からないと思いますけどね、灰鳴らしは。あったか見はないですけども、ただ見れるだけでこう気持ちが温かくなってきますね。まあできれば板の間じゃないところに置いてほしいなってのはありますけども、まあね。だからこれに昔は鉄瓶やなんかが乗っかってたわけでしょ。そうですね、南部鉄瓶なんかこうかけて、炭が起きてね、でその鉄瓶の中でお湯がチンチン言ってるから加湿器なんかいらなかったわけですよ、昔は。そうです、そこからこう湯気があったんで。そういうことですもんね。自然のその加湿器ですよね、今で。はい、そんな話をしているうちに時間が来てしまいました。今週から2日間にわたってこのオラホの地域自慢をお届けします。今日が1日目でございました。明日はこういうおもちゃを集めるようになったきっかけと、あとなんかこぼれ話のようなものがあれば伺ってみたいと、このように考えております。町畑地区おもちゃコレクター安田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開しています。ラジオ版の音声はもちろん、取材した模様の動画をご覧いただけます。動画バージョンではラジオ版ではどうしてもご紹介しきれなかった部分も余すところなくたっぷりとお送りします。もちろん過去の動画もいつでもお好きな時間にご覧いただけます。お邪魔隊動画バージョンをご覧になるには、BFM または八戸 JP のホームページのトップページにあるお邪魔隊のロゴをクリックするだけで OK。 ぜひお楽しみください。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。